タバのフラペチーノっぽいのだと思ったんだけど、なんか違うよこれ。めちゃくちゃうまい。コーヒー好きにはこれいいですね。はい、ゆめです。こんにちは。どうぞ。もう今日僕はランドのこちらカフェオーリンズに来てますよ。こちらね、40周年のコーヒーミルクスムージーってのが発売になってますので今日は来ました。スムージー、要はね、スターバックスのフラペチーノみたいな感じですよね。スタバのフラペチーノすごい好きなんで、ちょっとこれは飲んでみたいと思ってました。楽しみです。ちょっと今から行ってきます。はい、買ってきました。めちゃめちゃうまそうなんだけど、ビジュアルのつかみはバッチリですね。すごいうまそうだ。いただきます。はい、いただきます。めっちゃ逆光でキラキラしてて、五光が差してますよね。どうなんだろう、つかみはいいんだよね。コーヒーフロートみたい、なんかウインナーコーヒーみたい。なんかね、コーヒーにバニラアイスが乗ってるの、これ。すごっ。なんか違った、スタバのフラペチーノっぽいのだと思ったんだけど、なんか違うよこれ。え、どんなんだろう。ちょっと待って、よく混ぜようね。混ぜて混ぜて、溶けてきた。溶けるんだこれ。え、どうなるんだろう。下にコーヒーゼリーがある。全然わかんない。あと甘いのか似合うのかさっぱりわかんない。とにかく混ぜるね。まあ、混ぜるのかとな。はい、もう完全混ぜちゃいます。多分ね、コーヒーは無糖で苦いと思うので、完全にこれ混ぜた方が美味しい気がする。過去の経験上ね、完全に混ぜます。ミルクとコーヒー完全混ぜます。よし、こんなもんかな。じゃあいくよ、いただきます。やっぱそうだ。おお、甘苦い。これは、おお、美味しい。これはね、僕これ完全にこれ混ぜちゃったんでわかんないんだけど、あのコーヒーゼリーってあるじゃないですか。あれで無糖ですよね、コーヒーゼリーって原則で。あれに甘いミルクがくるとちょうどいいじゃないですか。あの感じに似てるね。だからコーヒー部分は多分これ無糖でブラックで、これ多分苦いんですよこれ。コーヒーゼリードリンクって感じかな。コーヒーゼリーもほら、あのクリームかけないとなんか苦いでしょ。あれと似てるね、海苔は。え、めちゃくちゃうまい。コーヒー好きにはこれいいですね。お、それでジャンボリミッキーが始まった。で、コーヒーゼリーも入ってます。あとなんかね、サクサクしたクッキーのようなものも入ってますね。うん、なんかクッキーっぽいものも入ってて、スタバのフラペチーノとかああいうのではないです。ブラックコーヒーにかつコーヒーゼリーが入っていて、そこになんか生クリームをドーンと入れてる感じですね。冷たいなんか生クリームが入ってる感じなので、苦いコーヒーの風味とクリームの感じが混ざって、本当にね、アイスコーヒーの味がしますね。アイスコーヒーもほら甘苦いじゃないですか。かつなんかチップかクッキーが入ってる感じ、これはいいね。コーヒー好きには本当にいいと思う。で、C のゴンドリエスナックで売ってるあの900円のすげー高いあのコーヒードリンク、あれよりも僕こっちの方が美味しいですね。しかもこっちの方が安い、700円なんでね。これはね、もうね、ごくごく飲める。わかる？ほらもう残りこんだけだもん。はい、完食しました。見て、むちゃくちゃうまい。これはいい。はい、カフェオレンジのコーヒーミルクスムージー完食しました。これは美味しいね。ブラックのアイスコーヒーと、であとコーヒーゼリー、それにですね、バニラスムージーが入ってて、そのバニラスムージーがいい仕事してますね。この甘いこのね、バニラスムージーとブラックコーヒーが混ざって、なんとも言えないね、このアイスコーヒーのスムージー味になってるんですよね。すごい美味しい。これアイスコーヒー好きにはたまらんですね。で、さっき言いましたけど、ディズニーシーのゴンドリエスナックでも似たようなメニューがあるんですけど、こっちのが200円安くて美味しいので、僕はこっちでもおすすめしますね。めちゃくちゃ良かった。アイスコーヒー好きでしたらおすすめです。はい、以上カフェオーリンズのコーヒーミルクスムージーの紹介でした。美味しかったです。じゃあねー。